はい、皆さんお待たせいたしました、時刻はね9時30分を回りました。4月になって暖かくなってきたでしょうかね。はいはい、嘘のような本当のはということで今週もお届けしたいと思いますね。はい、番組に対するねお問い合わせご意見ございましたらぜひメールアドレス 797fmginowan.com まで。はい、YouTube ライブでね配信してますからぜひホームページアクセスしてみてください。 FM ギノワンですよ。はい、講座でも同時放送してますが、スマホで聞く場合アプリリスラジマイチューナーレディオダウンロードしていただけましたらラジオを楽しむことがいつでもできますということでね、そのような本当のは今週もお届けしようと思います。皆さん最後までお付き合いくださいね。ということで、今週も、ドクター水素ボトルの、ね、WO イースト北条正浩さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日はですね宜野湾の、主主なのかな、ね、はい、三国株式会社さんからね、糸数丸尾さんをお迎えしております。おはようございます。はい、おはようございます。はい、糸数です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。また引き続きお出になっていただけたんですが、もうお忙しい中ありがとうございます。はい、こちらこそで、はい、改めてね、うん、やっぱり真心でね人生の、まあ、エンディングといいますかね、お別れをというところで、お役立ちをされているということではあるんですが、ちょっとご自己紹介をしていただいてよろしいですか。会社の、はいはい、私は、三国グループという、人間の子、精子、亡くなる前、亡くなった後、亡くなった後のですね、この就活全般を、グループで、お手伝いしている三国グループの、まあ、一応創業者で CEO をさせていただいてます、糸数です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、日々ちょっと数々の、お話、ためになるお話を聞かせて私もねいただいてるんですけれども、うん、あまさに今日ちょっとお持ちですね。人ってやはりね、日本って特にねこう死んでしまうね、まあ必ず死んでしまうじゃないですか、うん、ね、うん、ことに対してちょっとやっぱり臆病だったり、うん、悲しみを背負ってというようなところがあると思うんですけど、はい、私ちょっと最近イエス様ね勉強させていただいてて、あ、なんか怖いです。まだ全然ね死ぬってどういうことだろうっていうぐらいなんか想像力をたくましくしてしまうと怖いんですけど、なんかちょっと油断ねてもいいのかなとかね、そういうところもあって、死生観に関してというのは糸数社長はなんかご自身の思いとかございますか。はい、はい、これはラジオを聞いてる方からするといろいろあると思いますけど、私はあくまでもクリスチャンの立場で思うことなんですけども、これは聖書の中にですねこういう言葉があるんですけども、これは旧約聖書ですね。聖書は全部で66巻あるんですね。旧約聖書が39巻で、新約聖書が27巻。イエス・キリストが生まれる前の聖書とイエス・キリストが生まれた後の聖書ということで分かりやすいんですけども、旧約聖書のですね、今土井さんがおっしゃったように、やっぱり死ぬっていうのは人間の一番の、究極のテーマですよね。で、聖書の中にこういうのが書かれてるんですね。伝道書の手紙の7章っていうところにですね、名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良い。そこには全ての一人の終わりがあり、生きてる者がそれを心に留めるからだって書かれてるんですね。そして4節にこういうことが書いてるんですね。知恵のある者は夢中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にあるっていうの言葉があるんですね。これも分かりやすく言うと、賢い知恵のある人たちはこういう宴会騒ぎの行く場所にじゃなくて、夢中の家に行った方がいいっていうことを書いてるんですね。これはソロモンっていう人類最大の財産を持ったこのソロモンっていう人がたくさんの蕎麦嫁とかですね嫁さんをいっぱい持ってもう全ての今で言うと
ビル・ゲイツとかのもう比にならないぐらいの金持ちの人が彼のもう最後に結局何を言いたかったかっていうと、やっぱり人生っていうのは、亡くなるっていう、人間は亡くなるっていう、でその時にあの知恵者が言ったのは、喪中の家に葬儀、亡くなる人の家に行った場合は、人間の全ての終わりがあって生きる者が心を止めるようになるっていうことを言っててですね、ですから私たちは、そういう立場で、私はライフワークではソウルアテンドっていうですね、亡くなる寸前、先々週ぐらいも一人、102歳のおばあちゃんを天国に見とったんですけども、そういう方々に死ぬことが怖くないですよっていう、天国があるんですよっていうのを伝えていくっていう役割を、させていただいてるんですね。これは牧師っていう立場でなんですけども、ですから、それが知ったらですね、ゴールが、天国行くか地獄行くかっていうのが分かると楽ですよね、っていうことなんですね。だからあまり執着しなくなるっていう、地位とか名誉とかですね、身長が5センチ高ければなとかですねそういうのがあまりいいか、もう今で十分っていうことになってくるんですね。なるほどですね、魂って、残っていくもんなんでしょうか、ね、そうですね、霊に行くため、そうです、その魂で、霊っていうのがあってですね、はい、これは、人間、私たちは、生まれた時にですね、アダムとイブの話があるんですけども、その時に、私たち の持っている魂とか霊はですね、地獄に行くか亡くなったと天国に行くかの2つに1つしかないって書かれてるんですね、はい、それは、どちらかに行かないといけないんであればどちらがいいですか。天国です。ですよね、はい、引き返せないので、もう1回地獄に行って、あ、山内社長助けてくださいって、地獄から天国に行かせてくださいってのできないんですね。だから私たちはSNS とかですね、ラジオとかいろんなところでですね、イエス様っていう方のことをですね、伝えてるんですね。その延長線上に私は墓の仕事があると思ってるんですね。あ、なるほどですね、はい、ではもう本当に、なぜこの仕事にっていうと、もう非常に奥が深いけれども、そのはっきりしてらっしゃるわけですね、はい、ね、うん、ということですもんね、うん、なるほど。皆さん改めてね、お聞きになった方、ご授業として、やっぱり悲しみのというところもあると思うんですが、今私もちょっとドキッとしたのが、あ、喪中のところに、いわゆるお葬式、そうです ね, ね、お墓とか、ね、お墓に行ってみよう、なるほど、分かりましたね。一旦ちょっと CM 開けて、またいろいろと糸数さんにお聞きしたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、ということでね、嘘のような本当のは引き続きね、お届けしていきたいんですけれども、今日はね、三国グループの、代表、糸数盛雄さんお迎えしてますけれどもね、私も何度かね、ちょっとお邪魔させていただいて、やはりその霊園、ご霊園というか、お墓もね、沖縄本島に数多くね、準備されておられるんですけれども、まあったら、その先ほど、生前のね、方々に対してそういった思いというか、天国の入り口ということで、はい、この、ね、ちょっとお持ちになっているうちなんちゅエンディングノートをこう分かりやすく作られたのもそういった一環というか、そうですね、これですね、今エンディングノートっていうのはもう皆さんラジオ聞いてる方もいっぱい、ね、だいぶ、ね、浸透しつつありますよね、それで私がですね、こだわったのはですね、うち母が90歳なんですね、はい、で90歳の人がもう書けるようにっていうことで、ものすごくシンプルにですね、
書かせていただいたんですね、はい、これは、就活 の, あのものっていうのはやっぱ生前だったら医療のこととか介護のことで決めるべきことっていうのがあるので、うん、それをあの簡単に書けるように、あと葬儀とかお墓のことですね、はい、あと、亡くなった後の財産とか所有物のこととか、あと4つ目が遺言とか相続のことを分かりやすくですね、沖縄の、文化とか、風習とかですね、それに基づいて、書かせていただいたんですね、はい、で今は、そうですね、自治体とか社協とかですね、はい、そういう呼ばれたらそういうふうに案内していってですね、で、まあ、これ500円なんですけども買っていただいて、本当に自分が万が一だったからどうなったらどうするのかっていうのをですね、はい、例えば、延命治療をやるのかとかやらないのかっていうところをすぐ書けるようになってるので、そういうのを普及させることによって死生観をはっきりさせるっていうか、本人のですね、そうですね、はい、こう誰かにこうねすごく大きな字で分かりやすく書いていらっしゃいますから、はいはい、うん、誰かに相談するためのっていう意味もありそうですよね、うん、そうですね、子供さんとか生きてる時、そうですよね、はいはい、あ、なるほど、それで改めてこう自分をこう見直してみたり、はい、振り返ってみたりしながら、うん、実際に本当にそういった時訪れた時にもう迷いなく、うん、実際はなかなか、大変なお仕事だとは思うんですけども、うん、ズバリこんなこと聞くの初めてなんですが、うん、そうは言っても辛かったなっていうようなことってございますか？辛かったなはないんですけども、はい、まだ成人しない人とか子供さんの死に直面することもあるので、それはやっぱり、その残された家族、特にお母さんとかですね、そういう方に対してはやっぱり慰め励ましが必要なので、私はバルナバハウスっていう慰め励ましの家っていうのを、教会って書かずにですね、あえてそういうところで、聖書を通してですね、自分の言葉で慰めることできないので、聖書でこういうことを言ってますよっていうですね、でその延長線上で今年、本当に、子ども人たちのですね、ホスピスが沖縄にできるんですけど、はい、そのホスピスの人たち の, ガラスのお墓っていうですね、そういったものを今開発して、もうそろそろプレスリリースするんですけども、はい、ガラスで作られたお墓っていうですね、はい、それがもうちょっとでリリースすると思いますね、うん、そっか、もうそれこそどう言葉にねしてお慰めをと言われても、やっぱりね、まだまだ小さいね、お子さんをお持ちの、まあ、自分もですし、戸田さんもね、これからっていう時にとなると、本当に言葉にならないとは思いますね、確かに、うん、それでもやっぱりイエス様のね、そういった思いをお伝えすることによって、うん、何かがね伝わればっていう、そうですね、はい、そんな何でしょう、神聖なと言って、うん、なんでしょうね、私も口がうまくないですね、なんかね、すっごくこう落ち着ける場所があるんですよ、三國さんのね、敷地内にね、宜野湾のあの加勝だよね、誰でも来てもいいんですよね、そうですね、だったりね、うん、うん、本当にもう誰か助けてって言って、うん、フードバンクもそういえば、そうですね、フードバンクも今の行政とか、うん、社協とか沖縄市とかですね、いろんなところがですね、生活保護を申請して受理されるまでなんで一月とかあるんですね、そういう方々が行政から来て、その人たち の, 状況をですね聞かせていただいて、だいたい一月間ぐらいの食料と最大6ヶ月とかですね差し上げながら、彼ら の, 今度はリスタートですね、それは食案と提携しながらトレーニングして、はい、次の旅立ちの応援をさせていただいてますね。何かこうね、もしかして
あの人困ってないかなでもいいので、ね、あのバルナバ、ね、あのぜひぜひ、検索してみてね、バルナバハウス欲しいと思います。まあ、そこには本当に今ね、糸数社長、糸数さんおっしゃったいろんなあの本当に、慰みであったりね、助けてっていう声が届くようになってるかなと思います。はい、ぜひぜひちょっとバルナバハウス検索してみてくださいね。ということでちょっと2度目のね CM また入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはということでね、大変まあ辛かったり、未来をお考えの中で、誰かの社会の誰かのためにね、なれば素敵だよな、いいなっていうので、ご活動を、惜しみなくされてます、三国グループの糸数宗男社長をお迎えしてますけれども、ね、なかなか北条さん、我欲で生きてきてね、飲みまくってた私たちも過去いましたが、もうね、だいたい年取るとね、そうですね、あのまま行ってたらね、地獄行きでしたね。つくづく私も実はものすごい自戒をもとに今ねお話を伺ってましたね。僕もイカ同分ですよ。私もそうですから。私もイカ同分ですから、はい、そうですね、はい、糸数さんもそのご苦労があった目でだと思います、はい、なんかだからもうね、この生きてる人生どこかね、はい、誰かを助けられればというところでね、その思いは少しずつ少しずつ抱くようになれたらいいなって思ってはおります。はい、ということでね、私であったりね、水素ボトル、これね、お助けになってる場合もっていうのは本当にひしひしとね、毎回会を重ねるごとにいろんな方にお声をいただいてるんですけれども、ね、糸数さんもこの試していただいてね、もうどうでしょう、3ヶ月ぐらいですかね、はい、正直申し上げますね、お肌ツヤが大変よろしくなられています。ありがとうございます。ご自身でどうでしょう、ね、お忙しい中とは思うんですけど、ちょっと体の変化とか。そうですね、はい、僕もともと朝方でだいたい3時半ぐらいで起きてるんですね、そのからも9時には寝るっていう、生活をしてるんですけども、朝の目覚めが全然違うっていうことと、僕らはやっぱりこの就活のこととかお墓のこととか教会の活動をしたいので、いかにこう選手生活を長くするかっていうですね、野球とかもね、あれじゃないですか。だから僕らは共同経営者とはとにかく経営者って引退がないので、ですよね社長ね、はい、ないので、いかにこの選手生活をですね、私どもも還暦になったので、それをあと5年10年そのために水素ボトル使ってますけど、使わせてもらってますけど、ものすごくいいですね。一番びっくりするのは眼鏡をかけなくなったっていう眼鏡仕様の、これはもうすごいですよ。今僕名刺免許証にはもう眼鏡仕様と書いてあるんですよ。でもね、かけなくても、ね、普通に見えるんですよね。もしかしたら今度もう免許更新の時にこうちゃんと、ね、検査したら、ね、自分も実はそうだったので、更新、あれって改めてね、検査受けて、あれ見えすぎてないかって思って、もう社長さん臭い男だなと思ったんですよ。ある方が言われてですね、あるお方が言われて、まさかこんなことないだろうって、結構持ってるなと思ったんですけども、本当でしたね。もうね、さんまさんのほんまやと。ほんまや。でも老眼鏡がですね、使わなくなった。5個ぐらいあるんですよ、はい、ブランドものの100均のやつが、トイレとか100均っていうブランド、はい、いっぱいあったんですよ。もう車とかいろんなものとか全然これすごいですよ。教会とか車とかもう寝室とかいろんなところに、ね、手の届くところにあったら不安がなくなりますもんね。全然使わない。これすごいですよね。嘘みたいですよね。はい、ね、やっぱりね、補助社長、これ、まあ、目は毛細血管の塊なんで、一番早くあれです、違いが出てきます。
あとやっぱり前も言ったんですけど、アレルギー性皮膚炎がですね完治しましたね。ああ良かったですね。ちょっとお肌ね正直荒れてらっしゃいましたもんね。ラジオで言えないあの下腹部等だけですね。いろんなところ、ね、夜の番組でぜひ。あの下腹さが全くなくなってですね。ずっと皮膚科行ってたんですよ。そうですか。本当に信じられない。まあ、まさにねさっきちょっと話したね、ATP 代謝っていう、すごいですよね。ですね。やっぱり何でしょう、そのね還暦に、ねうんね、なられてってありますけど、そのお年の動向っていうのも、ま、あるんでしょうかね。でもね皆さん若々しくなられますよ、ね、知ってると。でね、一番面白いのはやっぱり若返るじゃないですか、感覚的にも。でもあの若返ったことに気がついてなかったりするんですよ。その以前の自分に戻ってるから、自分は自分だしっていう、ただ旗から見ると昔のこの人に戻ってるっていう感じになるんですよ。なるほど、変化しまくってるわけじゃなくて、そう、こう昔の自分がやってたことをやり始めるんですよ、癖とか。血流が良くなること、そう、もう例えば僕が50歳の時に水素吸った時に一番びっくりしたのは、寝転がってテレビ見てたんですよ、でテレビ CM になりました、でトイレ行こうと思ってパーンと跳ね起きてタタって 2,3 歩歩いたんですよ、普通の50のおっさんはよっこ一緒ですよ、起き上がるのに。それが体のバネでポンってこう、タッタッタッていったわけですよ、あれと思って、これ30代の時にやってた癖だと思って、調子いいから出ちゃうわけですよね、そういうのが、無意識に。そうそうそう、でも自分の癖だから当たり前なんですけど、でも50の時にやってたかったら絶対やってないですよね、そんなこと。でそれはあの水素吸ったから以外は考えられない、ね、考えられないですね。俺もそうです、ね、劇的に変わりましたから。何かね飲んだわけでもなくて、はい、なんかね先ほどのまあ本当に近い将来ね、もっとこの多くの方がご体験されてっていうのはどっかやっぱり僕も願ってるんですけど、その健康長寿社会というね、やっぱり、ただ長生きがいいとかあの正論がどうとかあの常識がではなくって、いざ本当にそういったお困りの時にね、あ、出会えてよかったなとか、人と人のようになんかあの感じていただける、まあ自然なね感じになってきたらそれはそれでいいのかなっていうのはね、僕もあのいろんな方からあのあとってもなんか体の調子よくてさーって言ってあのキラキラした表情でおっしゃっていただけるとね、不思議にやっぱもう当然こうこちらも笑顔になりますし、まあ何より自分がねこの体調良くなってるとなんかねあの毎日が嬉しくて、もう60、70、80でも仕事できるんじゃないのってやっぱり思うぐらいね、はい、あの活力も出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、そんなわけで、私自身もねこのやっぱり三国グループさんの本当にいろんな方の、まあ、例えばお悩み事だったり人生の迷いだったりなんか全部受け入れてくれそうな真心、価格ですもんね、はい、ね、あのお値段うんぬんっていうんじゃなくてその人生の価値観をどうぞね共有できるような場所だったりします。もう海が見えちゃったりもしますしね、かかず台のっていうかね、あの宜野湾のみーくーにひらがなで大丈夫ですよ、はい、みくに株式会社でもね検索していただいて、お墓っていう検索も入れていただいて結構です。ぜひね皆さん一回ホームページ見てみましょう。とってもあったかい作りになってますね。そこに先ほど申し上げた、フードバンクのことね、バルノバハウスね、そういったあの情報も、きちっと入ってますということでね、そのような本当はこうしてご活躍の、糸数森尾さんをお迎えしましたがね、森尾さんまたね、ちょっと全国飛び回っていらっしゃる中、一度ね、遊びに来ていただきたいななんてね、はい、思ってますからね、はい、なんかあの心癒される感じが、心洗いに行かせて、洗いにね、そうですね、はい、というふうに思っています。はい、というわけでね、今週も、4月お届けしましたね、三国グループの糸数森尾さんとね、WOES と、北条正弘さんお迎えしてお届けしました。またいつかね、糸数さんもお越しいただけたら、ぜひお呼びください。ありがとうございます。もうぜひ何度でもお越しください。はい、ありがとうございます。はい、というわけでまたね、来週も嘘のような本当のままお届けします。今日は糸数さん、北条さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。